中デトロイト生まれのモダンジャズのピアノ奏者。マイルス・デイビス、リー・コニッツらと共演し、後にニューヨークへ進出し、キャノンボール・アダレー、コールマン・ホーキンス、デクスター・ゴードンらと活動を共にする。ブルーノート・レイベルでは、リー・モーガンの歴史的名盤と言われる、ザ・サイドワインダーにも参加し他にも多くのバンドのサイドマンとして活躍し、またリーダー作も発表している。地味ながら、 実力派のバドパウエルスタイルの典型的なバップピアニストである。母親は教会のピアニストで母親からピアノの手ほどきを受ける。1954年デトロイトのブルーバードクラブのハウスピアニストとなり、その店にはマイルス・デイビス、マックス・ローチが来て共演した。1960年ニューヨークに進出し、数多くのライブ演奏のほか リーダーアルバム30枚以上、サイド面として100枚以上のアルバムに参加。モダンピアノの快素といわれるバド・パウエルの音楽哲学、技法を受け継ぐ。1982年にニューヨークにジャズ・カルチャー・シアターを独力で設立。連夜のセッションや定期的にジャズ理論と実技の講座を開き、ジャズシーンへの登竜門の役割を果たす。世界各地の大学や、 教育団体より30ものアワードを受賞。2006年には48回グラミージャズ栄誉賞をオスカー・ピーターソン、ハンク・ジョーンズと共に受賞。現在でも週に1回マンハッタンにてワークショップを開き、ジャズ指導への熱意を絶やさない。ありがとうございます。